お座りください。はい、ということで始まったんですけれども、はい、やん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 に呼ばれて、はい、1時から始まる予定がすでに8分をしてますけれども大丈夫でしょう。はい、大丈夫。あの、はいはい、深刻な話を、ちょっとあの面白おかしく話せたらなという、面白おかしくというか気が普通にね気軽に話せたらなという話でですね、ものすごいこう、あの本来の特に女性ですか、男性にも聞いていただきたい話ですけれども、ね、女性に聞いていただくとものすごいええ話なんで、今日はやっていきたいと思っております。よかったら行ける時まで話してやってますけど、今日は一応2回目なんですよ。3回目なんですけど、予告がありましたでしょ。あの、今日はあの音だけやねんけど、1回目、予告がありまして、で1回目で、今回2回目なんですよ。テーマとしては3回目なんです。ふーんって言ってるけどね、長い、そうな、長い、ね、長い、全8回ぐらいになるんじゃなかろうかって、ね、もう終わってるはずだった。終わってる、ね、そうでした。もうね、あの、なかなか忙しくて喋れないわけですけど、テーマとしてはタイトルはいつも間違っちゃうんですけど、私の場合は大丈夫だった、結構大丈夫だったよ乳がん、ね、私の場合は結構大丈夫だったよ乳がんという話で、いつもあの3回目、2回目やねんけど、3回目でやってるんですけど、はい、1回目は予告やったの、こういう流れで話していきますよっていう予告で終わりそうな感じだったんですけど、予告で話して、でその後1回目が、どこまでですかね、その話を、とりあえずざくっと今日、ね、あの初めて聞く方のためにちょっと話そうかっていう話でして、はい、なんかそう4年前にですね、あ、3年半前なんですけど、正確に言うと多分あのちょっと忘れちゃったんですけど、いつだったか。私は酔ってもいいですね、もうちょっとやります、はい、うちの猫が、うちの猫が、PC あるでしょ、パソコンにマーキングしたんですよ、おしっこして。で私仕事をいつも家でもラップでこうやって仕事してたんで、電源が入らなくなって、あれと思って、で携帯でこう仕事してて、携帯でこうやり慣れてなかったんで、まだその当時は。で寝転がって枕をここに置いて、こうやってガーってやってたら、なんかここにしこりが当たったんですよ、手に。えこういう風にと思って触ったら、結構大きいのがガツってあって、あれちょっと下にあったんですよ、私は。あれと思って、でなんか触ったら結構大きいし、えガンってこんな大きくないよなと思って、でも脇の下にももう結構ゴリってしこりがあって、でそういう感じで猫がマーキングしたことによって発覚したんですけど、この時期は猫の恩返しと呼んでます。そう、はい、であのこの先もいろいろ動物に助けられていくんですけど、動物に助けられるのすごいの。本当にトリトル先生、新しいやつバリで、あの検査をしたら、いきなりもう先生にあの告知をされ、えみたいな、告知ってこんなすぐされるのと思って、あの嫁あれみたいな、結構大きいねみたいな、これはちょっと危ないみたいな、それはもう危ない、あと何年じゃないから言われる、そうよね、そういうことだね。今ね、あの治療できるから、がんってもう普通に言われます。普通にあなた風邪ですよって、あと何年は言われる、どこで余命を知りたい、あと何年は言われる。私は結構深刻な方だったと思うんですけど、まあ、風邪ですよみたいなノリで、ああ多分がんみたいな、多分ガンってね、でも本当多分悪性みたいな感じですぐ言われて、あ、やばいじゃんやばいじゃんってなって、でも私その時キャラバンがあったんですよ。で日本に帰るまで結構1ヶ月間ぐらいバリで、まあいろいろそのね、三大治療って言われる手術、抗がん剤、放射線治療っていうやつをやらなくてもいいように、いろいろこうちょっとあのナチュラルな方法をトライとかして、バリで進んでるからね、はい、してみたんですけど、うん、まあなんか姉とかにも言ったら、え何言ってるの、早く帰ってきなよみたいな感じになって、で日本に帰る、あの、まあ、一回インドネシアで検査をした後に日本に帰ることになるので、うん、そこまではちょっとあのブログか YouTube をもう一回見ていただいて、人はまだ出てきてない、それちょっと、いや、あの結構後で面白い話があるので、そうなんだ、
あの日本に帰ることになりました。キャラバン終わって日本帰りました、うんうんうん、でそれ今日の話はそこからが本題なんですけど、そうそうそう、これまでは喋ってるね。そう、あのほら病院ってね、あどうしたらいいのって思いません？まずそのあ自分が気づくじゃないですか。そう、自分が気づいてあれどうしたらいいんだろうってなりますよね。そうそうそう、がん整体。でも日本って多分なんですけど、いきなりそういうとこで診察してもらえないんですよ。そう、今はね、うん、紹介状がないと。そう、紹介状がないとダメで、で、私の場合は海外で一回検査しちゃってるじゃないですか、うん、で、検査ってなんかがんの場合って針刺してバイオプシーって言うんですけど、あれを何回もやると広げちゃうから、あんまり何回もやんない方がいいよっていう話なんですよ。で私の場合はインドネシアで一回検査はしてバイオプシーまではやってないんですけど、うん、あの生体検査みたいな、針刺してこう細胞取って検査するやつなんですけど、で日本でじゃあどうしようってなった時に、まず姉に一番最初相談して、はい、で姉の会社のたまたま社長様女性の方で乳がんの治療をちょうどされてたんですよね、うん、東京の池尻大橋の大学病院なんですけど、はい、で結構まあ先生も結構あのいい先生だよみたいな感じで言われたんで、とりあえずじゃあそこの先生で検査してもらおうと思って行ったんですよ。うんうん、で行ってからが割と、長くその治療が始まるまでは長くかかるんですけど、まあ、まず私の場合はそういう知り合いがたまたまその先生にかかってたんで、うん、スッて行けたんですけど、多分日本の場合は一回家の近くのクリニックとかで検査をして、あちょっと危ない、あなたちょっと悪性の可能性ありますって言った時に初めて多分そういう大きい病院で見てもらうことになると思うんですよね。紹介状態になって、そうだから私の場合は割とそういうのがなく直接行けたのは、その知り合いがたまたま治療してもらってたからっていうことで、すごいラッキーでは、あラッキーっていうか、まあその先生にやってもらいたかったからラッキーだ、ラッキーではあったんですけど、日本でも住んでても行けたの？海外やからなんかちょっと関係ない。あ日本に住んでたから、あ住んでても行けたと思うけれども、そう、ね、うん、そうでも結局そういうのってあのその先生がすごい和尚さん良かったわけでしょ。じゃあその人がねみんないいんかっていうと、そうなんか相性ある的なものありますよね。おじさんでも私はその先生は別に有名だからやってもらいたかったとかじゃなくて、あのその先生に行き着くまでも、まあ、まずその先生にやってもらう、まず検査しますよね。検査した時の最初の印象は何この先生って感じだった。あそうやったんや、うん、何がもうなんかすごい私になんか、バリから来たのみたいな、危険なんでやろ、なんでバリから来たら危険ない、おまじないじゃガンマ治んないからとか言われて、結構そういう感じの先生で、そう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 、そう なんかあるのよね、思いがね、バリバリに対するね。そうで私もなんか友達とかにセカンドオピニオンしてもらった方がいいよみたいな感じで言われたりとかして、でもまあ素人さんなんですけど、その言ってくれる人たちも、うん、でもはっきり言うと、うん、多分なんですけど乳がんって割とそんなになんて言うんだろう、一般的ながんじゃないですか。すごい症例数が少ないとか、すごいこうなんだっていうやつじゃないから、その専門医の先生にしてみたら、いやあなたはセカンドオピニオンしたってがんだからみたいな感じだと思うんですよ。で要はそのさっきも言ったようにバイオプシー針刺して検査するとかは2回も3回もやるものじゃないと思うんですよ。要は広がっちゃうって言われてて、広がるっちゃう、だから、まあ、私の場合は結局そのセカンドオピニオンを他の病院でやってもらおうかなって思ったら、ちょっと言っていいのか分かんないけど、先生がなんか そこの相手先の病院の先生のことが気に食わなかったみたいで、えみたいな感じになって、で、まあ、私その時にその先生の態度を見て、嫌だこの先生面白い、気に入っちゃった、ね、そこも気に入ったね。そこで治療方針とかじゃなくて信用できるっていうか、人間っぽい、すごい正直な先生で、嫌だこの先生面白いと思って、
で、まあ、その前もじゃあ検査しますってなった時に、うん、私告知されたのが誕生日だったんですよ。そうなの。そうで誕生日で、あ誕生日だその日あの日って言ったら先生がごめんハッピーバースデーにならないかもって言われてもういきなりもうその場で告知されちゃった感じになったんですね、うん、そうだからなんかその先生がちょっと変わってて私はすごい、うん、この先生いいって思ったけど人によっては何この先生嫌だってなるかもしれないから変わってる人しか合わない、うん、そうねそういうことだね。そうあとね、うん、不思議なことにその先生でやってもらうかどうかっていうのすごい迷ってた時に私昔九星気学っていう方位学みたいなのを勉強してたことがあったの、うん、たらお友達がちょっとノンタンって言うんですよ。ノンタンね、ノリコのノンタン、ノリコちゃんだね。かわいいでしょ。ノンタンだよ。九星気学で見てみればいいじゃん。えそれ初めて聞いた。自分で見たら、もうね、吉方位がね、その病院しかなかったの。なんかいろいろこの先生いいとか、いろいろこの先生も有名だよねって言ってるあの病院とかも方位全部見たら全部ダメで。そう、その病院だけが唯一もう綺麗にね戦場に乗ってたんですよ。あらららすごいね。だからもうあるね。まあ名前出していいのか分かんないけど岡本ちゃんだって岡本ちゃんだ岡本ちゃんにやってもらおう岡本ちゃんで行こう全部岡本ちゃんに任せたと思って、うん、それどっから見たの？あの寝床なんですけどマリから見ちゃうと、うん、もう全部日本全部がダメなんですよ。だから私は日本に帰って実家から見た方が、うんうんなんか困ったらホイ飲みます、ね、あらあそう私見てほしくいいか、はいはい、ちょっと身近なところ見たどこで行けたかそうよ確かにそうすごい決めてどこから見てそれバリから見たら全部ジャカルタなんだけど寝床あの歌見ばあさんとかねそうそうそう、はいそうなんですよ。そういうことがあり、うんまあ、その先生で治療を始めていくことになるまでに、まあ、じゃあ、一回でも、その先生で検査結果が出た時に、ちょっと私も動揺ちょっとしたんですよね。それが泣かなかったんですよ。全然泣かなくてっていうのは私も一回バリで告知されてるんでちょっとね気持ちの中で あとね前回もお話ししたかもしれないんですけど、はい、乳がんになるんじゃないかっていうのが昔からあって若い頃からですごい乳がんを検索して、うん、私だったらこういう治療をしたいっていうのを考えるのが好きだったんですよ。考えるのが好きそう、うん、眼科系あ眼科系そうですね母方が、うんおじいちゃんが肝臓がんでおばさんが乳がんでみたいな。でもねなんか私の場合は遺伝性の乳がんではないって言われました、うん、それは多分調べれば分かるんですけど、うん、だからがんって一括りに言って乳がんも4つぐらいタイプがあるんですよ、うんうん、でまずホルモンに影響されるもの、タンパク質でどんどん増殖、うん、ハツっていうタンパク質受容体じゃないんだよな、なんかタンパク質がどんどん増殖して、がんがどん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 増えちゃうタイプのもの、あとその両方持ってる人、うん、あと両方ないトリプルネガティブっていうタイプ、ね、トリプルネガティブトリプルネガティブそう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 っていうのがあって、私の場合は HER2 っていうそのタンパク質に関係してるのと、あとホルモンもちょっとあったのかな、酒飲んですが、まあ私がその後いろいろネットとかで調べたら多分私は酒の飲みすぎがかなり関係してるどのぐらいその当時ね、だってねその当時一緒に飲んでた友達が、うん、7、8人の中の3人が同時期に同時期にガンになってるんですよ。でバリってほら高いお酒が、うん、いいお酒が手に入るんじゃないですか、うん、高いっていうかいいお酒が入んないから、うんうんうん、安いワインをすごい毎日1本とか1本半とか飲んでたんですよ。いいの飲んでるから大丈夫ね。そう、いいの飲んでる人だね。あとほら、うん、焼酎とか多分ねそういうのはあれだけど、まあビールはあんま飲んでなかった。
ワイン、いやいや、あのワインでも大丈夫、まあ、いや私お医者さんじゃないんでこんなこと言ってえそんな関係ないよっていう人いるかもしれないけど、ね、ああ私はそれが原因はかなり影響してるんじゃないかなとは思ってます、うん、まあね、あと乳製品、乳製品、あ、乳製品はよく言われますけど私は気にしないで全然食べてます今、うん、いいんですかそれ、先生に言わせると、うん、食べちゃダメなものも飲んでダメなものもないない、あなた次第、そう、けど気の持ちを多分科学的にちゃんと立証されてないから言われない、あ、なるほど、なんか東洋医学的にはほらこういう風にしちゃいけない、冷やしちゃいけないとかなんかいろいろ言われるけど、うんうん、でもその西洋医学の先生に言わせたら根拠がないっていうか、だから何食べてもいいし、お酒も飲んでもいいし、何してもいいよって感じですよ。まあやっぱ良くないよね。まあ、あとは一つも私の、今自分で気をつけてるけど、お酒も全然飲んでるんですけど、一つ気をつけてるポイントは二日酔いになるのは結構危ないなと思ってるんですよ。だから私の周りでも同じぐらい飲んでて、もう全然なんか検査とか結構引っかからない人って二日酔いにならないんですよ、みんな。そう、酔っ払っても強いってことだよね、感情。二日酔いになるってことは、そう、大事に合ってないし、解毒作用がさ足りてないっていうことじゃないですか。それぐらい飲んでるってことだよね、またね。でもほらちょっとでも、ちょっとでも合わない赤ワイン飲むと私二日酔いになるから、うん、それはなんか一つのバロメーターとしてます、ね、だから一回飲んでダメだとお酒とかは飲まないで、合わない、うん、で反対にワインとかでも結構、あ、この間結構飲んでも大丈夫だったなってものは、あ、大丈夫なんだなっていう感じに。プラが割と大丈夫、プラが大丈夫これダメですね、プラがダメですって言ったら大変ですよね。でも昔から言ったらプラが大丈夫なんだよ私そうなんですよ、保存料とかね、あの辺が結構たくさん入ってるとしんどいかもね。確かに、あと酸化防止剤とか、酸化防止剤とかね、大体入ってますね、大体入ってますね。でもありますよね、オーガニックワインとかね、いろいろ。でもなんかオーガニックワインも酸化防止剤入ってないわけじゃないっていう。あ、そうなんや。ブドウはオーガニックかもしれないけど、だからそのちゃんとした作り方してるものかどうかっていうのは、うん、ちゃんと調べた方がいいよ、気にしてる方は見てちゃんと買った方がいいんじゃないみたいな、そういう感じで。まあ病院はそこに岡本ちゃんのところで行くってなったわけでしょ。あ、そう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 、なんか私の場合はまあこの先生変わってていいなと思って、で若干考えなって言われたんですよ、一回先生に、岡本ちゃん自体に、まあ他の病院でやるか、うちでやるか、じゃあちょっと考えればって言われて、その間どのくらい、このバリで分かってから、うん、そのもう2ヶ月ぐらいは経って、ドキドキするね、まず日本、バリで分かってからキャラバン終わって日本に帰ったのが1ヶ月、うん、その後検査して検査結果出るまでが1ヶ月なんで、そこまででもう2ヶ月経っちゃってるんですよ。その間お酒飲んでないんですか？飲んでない、そこはさすがにちょっとビビって、でどうにか飲もうとしてる、どうにか飲もうとしてる。あ、なるほど。あ、でもあるやろ、まあね、そういう人もいると思います。うんうんうん、そういう人もいると思う。で、その2ヶ月もう経っちゃってて、先生にじゃあ考えなって言われた時に、先生がでもあなたの場合はまだちゃんとした検査は全部してないんですけど、あなたの場合は、まあ、まだ転移まではしてないと思うって言われた。その時の見立てではね、2B だったんですけど、結局検査結果が出て 3A って言われて、うん、でその後、手術、あれってほら結局細胞を取って調べるまでははっきりしたのか言えないのかな、見立てが変わっていくんですけど、で、そのまあ先生にそういう転移はしてないと思うから、ただ結構進行してると思うから早く治療を始めた方がいいよってアドバイスをもらって、まあ、ちょっとでももうその時に私の中では、あ、この先生にやってもらおうって思って決めてたんですけど、まあ結構
この人バリから来てるし、なんかおまじないじゃガンは治んないからみたいな名言やね。そうそう、うん、であの先生ビタミン C の注射どうですか、な無理、あのなんとかどうですか、お金の無駄なんとかどうですか、余計なことやんないでっていう感じですごいバスバスバスって言われて、で、あのじゃあ1週間考えますってなって、うん、一回家に持ち帰って、うん、たらその後に結構大学病院だし、うん、あの患者さん多い先生なんでどうかなと思ったんだけど、病院電話してって、とりあえずやるとなったら病院電話すればいいよって言われて、電話したらすぐに先生に取り付いてくれて、うん、ですぐに病院においでって言われて行ったら、まあ、その前まで結構先生なんだよこいつバリから来てなんかわけわかんないこと言ってるよみたいな感じだったんだけど、うんうん、先生がその時にすごいこう、あじゃあ頑張ろうねって、あなたはもう抗がん剤もやるよ、まあ、手術も多分全摘になるよってその時に言われたんだけど、まあもうこの先生にお任せしようと思って、まあ、治療に入っていくんですけど、はい、うん、そう、まあ、あのその治療に何だろう、あの抗がん剤とかも賛否両論あるんですけど、まず乳がんの治療で専門医の先生っていうのは、その抗がん剤って私分子標的薬っていうそのハーツーってタイプして、その薬を使わない、あのまあハーセプチンっていう薬なんですけど、使わないと結構な率で再発するみたいな、ただその分子標的薬を使うことによってかなり再発を抑えられる、うん、ただ抗がん剤じゃなくて、あ、まあ、抗がん剤の一つなんですかね、分子標的薬っていうんですけど、その分子標的薬を使うにあたって抗がん剤を一緒に混ぜて最初は使わないと効果が薄いっていう結果も出てるんですよ。それ飲む、飲む、点滴、点滴、1週間くらい、あのね、それがね、抗がん剤って今ね、乳がんは多分ほとんどの病院そうなんですけど通いなんですよ、通院、入院しない、乳がんに、ね、いろんながんが多分そうだと思います。入院するのって、まあ、入院してっていう方もいらっしゃると思うんですけど、多分ほとんどが通いなのかな。私行ってた病院はその化学療法室っていうのがあって、そこで、みんな点滴でいろんながんの人がいて、本当いろんながんの人がいて、まあ、みんな強い薬だから3時間ぐらいかかるじゃないですか。あ、その間に、あ、まあ、映画見てたりとか、あとあのカーテンで仕切られてて、あ、はいはいはい、で、あのご飯食べた、ココア、そう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 、ココア、ココマッサージ屋さんで、ね、それが具合悪くね、私はなんなくて痩せると思って、思ってね、ダイエットダイエット、抗がん剤大変だと思ってたら1キロも痩せなかったんですよ。あのね、結構みんな痩せない、痩せない、うん、うん、あ、みんな痩せないじゃない、あの痩せる人もいるけど、いやだから吐き気もいつ吐き気が来るんだろうと思ってたんですよ。座りと一緒だ、座りしてないんで分かんないんですけど、吐き気は本当に一回もなくて、うん、例えば点滴してる間は気持ち悪いけど、これ抜くと OK、 全然全然全然一度も、で私も最初すごい緊張してたんですけど、まあ、その化学療法室っていうところにいると、なんかいろんな先生が覗きに行くんですよね、いろんなあの患者さん、ね、それぞれに担当医いらっしゃって、でもなんか結構美容院行くみたいな、あなたさん元気みたいな、元気じゃないから来てるんですよ、岡本ちゃんもあのたまに見に来て、そう、岡本ちゃんもたまに見に来て、ちょっとみたいな、また太ったでしょ、薬が増えちゃうから次は1キロ痩せてきてねみたいな、そういう感じで、そう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 、でも薬やるときは言われた、吐き気とか出るかもよとか、あ、あのもちろん薬やる前にちゃんとそれはそれで、あの薬の担当の先生にこういう副作用が考えられますみたいな、あるかもしれないというか、まあ、副作用は一般的にこういうのがありますみたいなので説明はもちろん受けます。でそれを打つにあたっての私の効果としてはこういう効果がありますというのを先生にも説明してもらうし、もう今は全部ちゃんと紙に書いたやつももらえるし、全然いいのか、あ、じゃあ全体的にいいブレンド、いいブレンド、そうそう、ブレンド前、しかもなんか私がその一番最初に薬をその点滴打つってなった日に、私の前にやってた人がなんかすごいまるで美容室に通うように、あ、じゃあなんとかさんありがとうございました、じゃあまた3週間後みたいな感じで、
とね、40-50ぐらい。なんか明るく楽しい感じ。なんかじゃあねバイバイみたいな感じで。で看護師さんもすごいよくて、その病院は。ね、言ってたね。あの看護師さんもなんかあの結構。じゃあこのお菓子私がこうお腹空くから打ってる間にいろいろ持っていけちゃうのか。これ結構食べながら結構これ美味しいよねとか、最近これの何味が出たの知ってるみたいな、もうそういう感じで全然、ね、なんか深刻さがまあ深刻なんですけど、私の中で、まあ、ここなんか病室みたいな感じで。すごい、でもそういうふうに多分わざとやってくれてるのか、ね、それあるかもよ、なんかまた行かなもんってなる。そうだからね、ありがたい。そうだから抗がん剤がでもどんどん溜まっていくらしいんですよ、体に。そう、うん、まあまあまあもちろん良くはないと思うんですけど、だから溜まっていくからまあそのうち具合悪くなるんじゃんって言われたんですけど、うん、最後まで、いやそのうちっていうか私今日最後の1回なんですけどって言ったらあれみたいな。看護師さん、私の場合は3週間に1回を4回同じ薬打って、その次にまた4回の違う薬だったから半年間。それはそれでワンセット、私の場合はそれがワンセット。そうなんです、それが胸だったんで、そのどんどんちっちゃくなっていくもんですよ。ただ、まあ、これ先生に聞かれるとまずいんですけど、私リンパのテラピーを温冷療法をやってるんですよ、自分で。その熱をどんどん当てて、でピッ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 って、だから温めるといいっていうじゃないですか、がんは。私の感じ、温めると効果があるなって自分は思います。だからみんながやっていいかも分かんないし、その勇気がね、先生は余計なことやらないでって、こっそり温めてた。だからこっそり温めてたら、でも一回やけどしちゃったの。ああ、バレちゃう。先生にバレちゃう、余計なことしないでって言ったでしょみたいな。あ、バレるんだやっぱり、ね、感じだった。だからまあね、だからまあほら、それこそだね、あれ飲んでもちゃんは入れても、薬入れても、あの吐き気がしませんよっていうことでもね、そう、あのお医者さんに関しては、うん、私に関しては結構大丈夫だ。そう、結構大丈夫。痩せなかった。あ、髪の毛は抜けた、ね、だから一番大きな副作用は髪が抜けたかな。ただ目とか、こつらあ、それが目とか眉毛に関してはその前の情報で、氷で冷や、あの保冷剤で冷やすと、あの全部抜けないよって言われて、私冷やしたんですよ、そしたらやっぱりね半分ぐらい残った、多分眉毛とか目は最後なんじゃないかな。だから変な話、下の毛が一番最初に抜けてくる。それは考えたこともなかったね。なんでか分かんないですけど。で、髪の毛に関しては私の場合は打って1週間か2週間目ぐらいで急にねプチプチっていうの、あ、なんかプチプチしてきたみたいな。プチプチしてきた。そう、あら、血液でぐるぐる回っていたりする。はいはいはい。でプチプチって言ってきたみたいな感覚があって、はいはいはい、そしたらえどうしようと思って、嫌だと思って、ね、思って髪を洗ったら一気にブワーって抜けたんですよ。だから私は1回の洗髪で全部抜けました。そう、でももうだからみんなほらすごいみたいな、ドラマみたいな、ドラマみたいな、なんなの、もう痒くて、痒抜けると髪がほら抜けた髪が引っかかって絡まって、それが当たってすごいチクチクして、もう痒くて痒くて、全然そう、痒いと思って、でシャンプーでガーって洗って全部抜けて、あ、すっきりしたみたいな。脱皮した。新しいノンタンが中から出てきた。そうなんですよ。だからまあいろいろ爪が茶色くなるとか、あとまあまつげ眉毛抜けるとか、むくみはね、私そのリンパの温冷療法やってたから、全く出なかったんですよね。
だるいとか体だるい歩くの嫌だとか、あのね、ワンクル目の薬はそうでもなかったけど、ツークル目に言うとその4回の薬が白血球がすごい減っちゃう薬だったんですよ。でその場合今って白血球注射先にするんですよね。そうすると白血球がまだ抗がん剤で減ってないうちに打つからすごい急激に増えるじゃないですか。あ、なるほど。そうすると白血球ってほら戦うために増えるから熱が出るんですよ。だから私はそれはまあ想定内だとして、でその熱が出た時はちょっと食欲落ちるの。痩せでもついにでもその食欲が落ちて熱が高熱が出て食欲落ちるじゃないですか、うん、でもそうすると腸内環境がすごい良くなるんですよ、あんまり食べないし、すごい また変な話ですね、すごいいいうんちが出る、いいうんち、なんだこりゃと思って私、うん、結構自分で実験みたいな、うん、私健康に、そう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 、でも今考えてもまあ、その時に私がまあやってたのがゲルソン療法っていうあの野菜ジュース飲むっていうことと、まあ、R1 は毎日飲む、 R1、 あの腸内環境の乳酸みたいな、そうそう、インフルエンザとかも効くし、 R1 は今でも私日本に帰ると必ず R1 飲んで菌を貯めとこうと思って飲んでるんですけど、R1、 あ、そうそうそう、で作れますよね、うんうん、でそれとあとそのリンパを流すっていうのをやってたんですけど、まあそれでなんとか乗り切った感じ、うん、だからお風呂とか浸かると疲れちゃうから浸かんない方がいいよって言われる方もいらっしゃると思うんですけど、私はすごい半身浴とかはしてました。温泉とかはいい？温泉もいや全然ガンガン入ってた、うん、ぬくめるのは良さそうだね、うんね、うん、でもほら抗がん剤やってる時って免疫力落ちてるから、温泉とか行くと菌がついちゃうからって言われるけど、私は言ってた、まあね、まずやっぱ本体は基本的には強いよね、そうそう強い、圧倒的な強い生命体なんで、体弱いとか真似したら分かんない、だからこの場合は、まあ、ノンタンの場合、私の場合は結構大丈夫、そうそうそう、行って点滴して終わって、その次の病院に行くまでも普通に生活、普通に生活してます、ちゃんとお家のことやってる。いやいや、私は実家だったんで、実家に帰ったんだ、何もね、ありがたいね、あの結構仕事してました、してたの、だから私もっとなんか専念せな、他の忙しいんだよ今とかって言う、ちょっとで、だからお客さんにも言ってたんだよね、うん、私がこういう状況になっちゃったんで、まあちゃんとねすぐに動けないかもしれないんで、あもし心配だったら他のところに注文してくださいみたいな話はしてたんですけど、結構お客さん容赦なくて、容赦なくてオーダーが容赦なかったよ、ね、言うてたよね、忙しいんだよ、ちからなんだよそれって、そ、まあ、でもそれぐらいね張り合いやった方がええんかなと、私はもうバリでもハラ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 、そうそう、落ち込み落ち込んでたんで、私がだけが落ち込んでたみたいで、何人かお友達落ち込んでたやろうけど、私もねなんか空を飛ぶ鳥を見てはぁなんてやったら、本人は全然、そんなことあったの、私一回持ち込まなかったよとかって、ハゲの写真、ハゲの写真はあるよ、ハゲの写真なんかすごいショートなやつはあったよね、うん、でももうこっちにしたらもう髪も何でもええからさ、元気で戻ってきてくださいっていうだけなんで、それがカツラ買ったんですけど、うん、高いのね、医療用とか言ってるやつ、ただいやいいと思う、だから私今だったらあんな高いカツラ買わない、うん、だって30万近くするんですよ、そうなんだ、すごいさ、それってさ、ちょっとね、抗がん剤よりも何よりも私そこに文句言い、あいいや、その病気をの人を、ちょっと一度終わります。